はい、どうもロシングルです。本日もボーダーランスゲームオブザイヤーエンハンスデイやっていきたいと思います。さて次がいろいろ、プレイしてレベル10まで上げました。次ボーンヘッドの盗賊、これやっていきましょう。おっと、いきなりとわーっと、このクリティカルするとね、なんか大爆発するライフ手に入れました。大爆発する？多分火炎、これエレメンタルがかける4なんで、多分そのせいで大爆発してると思うんですけども、これがね、ダメージが78ですけど、このエレメンタル効果のおかげでさらに倍みたいな。あとでいいショットガン手に入れました。これもレベル7のショットガンですけども強いです。さあでは、あと、ロケラン手に入れたんですけど、レベル10で、とんでもないの369の威力のロケランですね。これも手に入れました。で、ボーンヘッドを倒す。この先に、この先にこっちか、だからこう回ってきて、こっちの脇に力いくと、なんか昔しんどかった気がするんですよね。お、強い。直撃するとこのように燃えます。危ないよ。これがね、このピストル、まあもはやちょっと弱くなってきてるんですけども、まあ、それでもこの連射力、12発連射で押し切れるので愛用してます。本当はね、コマンドライフルだっけ、アサルトライフルも使いたいんですけど、全然いいのが出ない。おっと、いた、ボンヘッド。お、当たった。これはまずい、まずいまずいまずい、痛え、やばいやばい、シールドが復活しちゃうね、あいつは。287、死なない、まだ死なない、クリティカル、まだ死なない、やろ、隠れやがった。ほら、なに、よっしゃ、自慢の種が増えちまったよ。これは、お、サブマシンガンだね。威力10しかないけど、鉛の風が吹く。じゃあちょっと吹かせましょうか。いって、なんだぞ、お前か。当たんない。ちょっと待って。ほらほらほら。お、オッケーオッケーオッケー。いいよ。ちょっと距離がありすぎるとね。ふふん。まだ来るか。どこだ。来た。したのはお前の方だったね。で、とりあえずボーンヘッドを倒すとして、モジュールを取り戻す。これじゃないの、なんかチョコレートバーみたいな玉の箱かな。
金、お金大事。ああ思い出した。ここでね、しのぎながら戦った記憶があります。全然しのぎきれなかったけど。どこだ？文字？久々出発の準備はできたか。テレポートする。 LR で操縦、 LB でブースト。エージェントは ANA が頼めばすぐ連れてきてくれる娘みたいなもんだ。ブーストを入れて、あ、間違えた。キャッチャーライド手に入れました。そして後ろから何か来てるけど、お仕事です。タイヤにミンチとレベル10のお仕事と13のお仕事。違う、けれねえな、危ねえな。タイヤにミンチ、ロードキル10匹。じゃあ早速、おいおいおい、何やってんだ。あ、危ないね。やっちまえ。おらよ、プシャプシャプチ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 ャ。すごいプチャ。わお、なんか動きがピーキーだね。すごい、思ったように動けない。ピチャ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 。あと何匹？ロードキル10匹完了。ブースト、ブースト、これだ。あ、いた。ブースト、ショイン、到着。依頼完了。タイヤにミンチ。
てことねえぜ。さあ次、これ13は後にしよう。ピスウォッシュ、しつこいね。うわ、近くで見るとなかなか汚ねえ花火だ。しつこいね。はい。で、ピースウォッシュの関門。あっちか。なるほど。これで。よら、飛んだ。嘘だろ。俺の車でピースウォッシュ渓谷を飛び越えたってのか。飛び越えたぜ。マジかよ。そういうことやるなら先に言っといてくれよ。すげえじゃねえか。あ、そう？そう、そんなに？ありがとう。嬉しいよ。で、おっとっと、引っかかっちゃった。で、そこを開ければいいのかな。うらごめんね、引っかかっちゃった。ああひどいこと言っちゃったね。これでもう開けんのか。ゼントの元へ。これはレベル10。問題なさそう。どうだ、ちょっと戻ってこないか。渡したいものがあるんだ。オッケー。ゴー。ゴーゴー。うわあ、こりゃひどい。痛っ。こんなちっちゃいガードレールでそんな吹き飛ぶ？間違えた。慣れない、慣れないね。さあ Z のところ行きましょう。何の用だ Z、 大した用じゃないなら用面じゃないよ。パーティーボードにまた新たな仕事は、ショッククリスタル集め。これもはい、15じゃないか。死ぬ死ぬ。レベル5 4つぐらい差があるじゃん。ここからまっすぐ行った十字路の先にシェップという男がいるはずだ。シェップ、スレッジは彼の家族の皮を剥ぎ、それでテントを建てた。テント、すごい話さ。うわすぎるだろ。わかった。ひでえやつもいるもんだな。じゃあ Z の問題、あれ完了してなかったよ。のようだ。さっさといい。完了。スレッジ、シェップ、サンダース。武器スロットを手に入れたぞ。おお、これで3つに増えるぞ。シェップ、シェップ。お、あんたがシェップ？家族の皮をテントにされた時。こっちは。すごいミッションの数やれそうなやつからいきますか。風を止めるもの、これやりますか。じゃあこれやって今回は終わりよっかな。終わりよっかな。行って逃げ切る。風力タービン、そこか。見て、引っかかるか。うおりゃ、なんかヤバそうなのいる。バタースカーク、死なないのか。なんだこいつ、こんだけ暗く死なないのか。なかなかタフいですね。おや、そこ降りればいい。しまった、めっちゃいる。あー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 、あまりの風が吹く。違うわ。おりゃおりゃ、車で引くのが一番いい。気持ちいい。こんな柔らかかったっけ。うわお、柔らか。
かい。あーやばい、何この感触。黙ってテントに入ってろ。あとはそういうこと。おいおい、何のやつ落ちたよ。危ねえ、ドラム缶爆発した。クリーザー、この野郎硬いね。まだいない、すごい。ほれ、直撃させてる。めっちゃ太るね、こいつ。直撃速度のまま真上に。あとはいない。こっちは、あれ、影は見えるけども姿は見えない。ここはムースブリッジ。音が殺す楽だ。やろ、あとは誰いる。よいしょ、いない。どこだ、そこか。うげ、逃げ切れなかったか。こんなもんかな。弾末は何言ってんだ。おめでたい。で、この方向にリパービーブレーキ A。最後1個はそこだね。これ全部回すのかな。電力すごいことになりそうだけど、この辺一帯じゃこんなね荒野地帯使う電気も少ないでしょ。 OK、 最後のスイッチオン。これで、お、回ってる。プシュ、回り始めたぞ。ブレーキが解除された。おお、オンになってるね、ちゃんと。素晴らしい。さ、じゃあ帰ろうかな。というわけで今回はこの辺りで終わりたいと思います。いやー面白い、このスピード感と爽快感はすごいあれですね。なかなか他にはないゲームの要素ですよね。 RPG なのにどんどん強くなって武器がどんどん更新されていくっていう、この感覚は楽しいです。皆さんもぜひお時間あったらプレイしてください。またの人は、ちなみにいつまでか忘れましたけども、無料プレイが体験版できますので、ぜひしてはいかがでしょうか。では実況ローシングルでした。ご視聴ありがとうございました。アリーベデルチー。